皆さんこんにちは、ワンダルグルービーズです。今回はプレイステーションの機動戦士ゼータガンダム続きをプレイしていきたいと思います。前回はキリマンジャロの攻略戦ということでジェリドのバイアランと戦闘しました。今回その続きです。カールの武器なんてクワトル対シャアの演説が聞けるかもしれないです。アウドムラはキリマンジャロから弾道コースでダカールへ進路を取った。クワトロ隊をダカールの議会に潜り込ませ、隊員の演説を議会放送で流すためだ。その手はずはベルトーチカが整えている。あとはすべて隊員次第だ。降下目標を確認。ダカール上空だ。それでは隊員、気をつけて。ああ、ミサイルに当たらないことを祈っているさ。カミユも行けるな。よし、降下開始。では出撃です。ゼータはビームライフルで出ましょう。もう大丈夫そうだな。カミユ死んだ者は前立ってもらってない。僕とシャアはそれが分かるのに7年もかかった。もうすぐ演説が始まる。放送終了までは持たせるぞ。ダカールでの戦闘なんてまたジェリドのバイエランかもしれない、ね、私はこの場を借りてジオンの意志を継ぐ者として語りたい。無論ジオン公国のシャアとしてではなく、ジオン大君の子としてである。やはりバイエラン。来たかガンダム。地上での戦闘か。地上だとね、ちょっとその今のような障害物がですね、結構邪魔になるんですよね。ただここもバイアラン相手に滑降戦はあまりしたくないので射撃戦で落としていきましょう。弾切れになったらね、ちょっと隠れてライフを回避しまう。それこそ悪の人類を追加させているという。回復と同時に出る。そして停車する。接近戦でね、バイアランと格闘戦をやるのはまあさすがに不利というのも無理はせずに、ここはしっかり距離を取りながら回避しながら戦っていきましょう。よし、これで当てる。戦闘中止命令です。この戦いはテレビで報道されています。連邦国民を敵に回すわけにはいきません。上からの命令です。撤退してください。エウーゴの戦術に乗っちまってそれでいいのか。もうちょっと長く戦ってシャアの演説聞きたかったですね。カミユよくやった。あの演説でエウーゴもカラバもかつてないほど盛り上がっている。作戦は成功だ。はい、シャアの演説のシーンが新規アニメーションになってないかなと期待したんですが、残念ながら音声だけでしたね。ではダカールの日攻略完了しましたので、短いですが今回はここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。